こんにちは、ジャズドラマの黒田です。今回はですね、前にお話しした跳ねる、跳ねてないのに跳ねて聞こえる8分、イーブンエースの跳ねっていう話をしたと思うんですけど、それは要は3連符の裏拍で、そっからこうイーブンで演奏するんですよっていう、別のビデオを参照していただければいいんです。それは実際どうやって具体的に練習すればいいですかっていう質問がありました。その方は頭のいい方で、3連符の3つ目に合わせるわけだから、6連符で言うと5つ目と6連符の2つ目にはまるんですかねっていう解説がありました。その通りなんですよ。で、要はちょっとライドよりも少し後ろ側に1個目が来て、裏側がこう裏拍にはまると。ただその今3連符でやるんですけど、基本的にはもっと5連符みたいな深いところにジャズは裏拍は来るんで、それをこうもっとシフトするともっとこう溜まった感じに聞こえてくるんで、ただそれ最初から難しいんで、3連符ちょっと鳴らしてやってみますね。その時にコツはですね、まず必ず裏からスタートするってことです。裏は聞こえてるわけだから、裏からスタートって裏をつなぐ間をこうイーブンにしていく。最初は弾んでてもいいんですが、ちょっとやってみますね。こんな感じでフィールを取ってもらえば全然うまくいくと思いますね。大事なのはこの遅れてるのにハマってる感覚っていうのを体が覚え込むまでやるしかないんですよ。で、これでよくなりがちなのは、ロック系の出身の方はですね、音が基本的にダウンストロークしがち。で、ハマってる感じを出すには最終的にこれでも出るんですけど、最初はやっぱりこう弾んでる音じゃないと裏拍に聞こえないんですよ。だから弾んでる音っていうのは押さえつけずに、こういうやつをね、こういう音でやっちゃうと、あんま弾んで聞こえないですね。みたいな感覚で練習してもらえるとうまくいくかなと思います。今回もですね、ちょっと僕が加工した音声なんで、これもちょっと微妙なので、メールマガジンをこう登録してくれた方だけに、配信して、郵送しようと思う、音声を用意しましたので、その曲に合わせてこう左手の感じを練習してもらうと、ちょっと解説もつけてお送りしますんで、それご用意しておきます。なので、そのうちのレッスンでは結構それを教本にしてて、教材にしてて、それに生徒に合わせさせて、左手こう貯めるんだよっていう話をするんですけど、それをちょっとお送りしたいと思います。で、さっき言ってた、ちょっと一応追記ですが、5連符の裏側だとこのメトロノーム出るんですけど、こういうもっとこう、これぐらいこう深い感じでスイングって取るんですね。なので、こういう感じで演奏できる、例えば3連符も、これって頭からの3連符取っちゃうと、からが出るでしょ。こういう3連符のこの色気、これ狙ってやってるんですね。だから5連符の5つ目に3連符の後ろ側合わせて、真ん中はそこのちょうど3連符に聞こえるとこ。だからすごくこう複雑な音の絡み合いなんだけど、これが柔らかく聞こえるコツなんですよ。だけど、柔らかく聞こえるの、適当にふにゃふにゃ叩いてる人はすごく多いんですけど、本当に上手い人って柔らかく聞こえるけど、ものすごいシャープなんですね。これはもう完全に狙っていってるってことですね。だから、ここはものすごく難しい話、もう超上級者の話ですけど、こういったことを練習していただければと思います。というわけで、ありがとうございました。